本当に勝たなきゃいけない戦いだと思いますし、個人的に負けたくない選手っていうのも他に何人もいますし、サポーターの皆さんの気持ちも僕たちがしっかり背負ってピッチで本当にファイトできればなと思うので、一緒に戦ってください。頑張ります。サガン鳥栖から禁断の移籍をした田代正也選手が対戦相手としているので、そういう意味でも負けられないなっていうところと、でも田代自身とてもいい選手なので、こう試合に出てきたりするとすごく嫌な相手なので、こうみんなでしっかりいい準備して、何年ダービーでも正直勝ててないっていうところもあるので、ダービーとても盛り上がりますし、選手としてもみんなモチベーション高くトレーニングもしてますし、結果そして内容ともに熱い試合をしてみんなで喜びたいと思います。応援よろしくお願いします。